ブラジリアン柔術歴をスタート。 From Brazil Fernando Rodriguez Jr. その後なんと17歳からムエタイと MMA のコーチを務めてきたというブラジル代表フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア27歳。所属はチームノゲイラ・サンパウロ支部、そのリーダーの一人。まだキャリア8戦、しかし現役 UFC ファイターマルコス・ホジェリオ・ジ・リマとのトレーニングが日常のバリバリだといいます。これからのニューカマー、こちらもある意味このトーナメントを象徴するような存在か。さあ肉体のあらわになります。今一気にギアアップ、ダシーンとマットを踏みつけて、フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア。 青コーナー183センチ、 94.75キログラム、 アンチニー・リー。切れ味勝負か。フランス代表アントニー・リー183センチ、赤コーナー191センチ、106.55キログラム、フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア。ここからという雰囲気たっぷり、フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア191センチ、ブラジル代表。キャリア8戦7勝5KO 勝ちというのは左側のロドリゲス、対して43戦29勝を挙げている手だれが右側のフランス代表アントニー・リーです。IGF ワールドグランプリトーナメント2015、1回戦5分2ラウンドマッチ、ともに闘志満点。ラウンド1、早く戦わせろという表情に見えました。2人ともそうです。左のローキックから体格が大きい、ウエイトでは約12キロ、中村さん、ロドリゲス・ジュニアの方が軽量では重たかったんですが、そのまま勢いで前進していきますね。そうですね、まあ、ロドリゲス選手は、まあ、この体つきとか、まあ、見ても分かる通り結構爆発力があって、どんどん、はい、自分から突進していくようなタイプで、逆にアントニー・リーの方は、まあ、ベテランでキャリアもあるんで、結構、まあ、うまく何でもそつなくこなすようなタイプなんで、はい、結構スタイルが違うと思うんですよね。それがどうハマるかですけど、オーバーハンド、ここまではこのロドリゲスの圧力とパワーがちょっと目立つような展開ですよね。そうですね、アントニー・リーの方は元来ライトヘビーということですね、階級一つ下なんですが、はい、ジェロム・レバンダのチームメイト、パンキドというその道着ありの MMA ということですけれども、そのベースとしています。ちょっと僕も見た映像でも下道着下だけ履いて戦う、はい、こう MMA の試合の映像もなんとか見ましたし、そういうところちょっと、まあ、日本であまりないような格闘技のバックボーンがあるんだなと思いますね。そうですね、これも腹っ柱のあたりパンチを食らってでしょうか、出血がありますリー。さて佐藤さん、昨日まで無名、今日からは超有名というコンセプトのトーナメントですけれども、これまさにそれを体現するような、もうぐんぐん前へ前へ出ていってますもんね。そうですね、しかし両腕を刺してアントニー・リーの方も引きません。左ミドル、これは強い、さらに右ミドル、リーチも長い、確かに気性はね、早いですよね、そうですね、アントニー・リーの方もね、はい、しかしガードごとも、おお、これも秒殺、フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア、あっという間にその嵐の中心にアントニー・リーを落とし込むような、左右なフックの嵐、フックなしの KO です。1ラウンド1分52秒 TKO 勝利、ロドリゲス、ブラジル
ください。これは大変な上にまたがりそうですね。そうですね、やっぱりこの圧力とパワー、このアントニー・リーノがさばけなかったですよね、はい、この番圧力はこういうトーナメントではなんか脅威になってくると思うんで、はいはい、また、ね、これはちょっと怖い選手が出てきたなという感じですね。いや、そうですね。さて佐藤さん、このフェルナンド・ロドリゲス・ジュニア、ブラジル代表がですね、スウェーデン代表のヨセフ・アリ・ムハマドと対戦するわけです。そうですね、本当にね、新たなスターダムに持ち上がる、ね、選手が本当に出てきますよね。野賞金も1000万円で突進していくようなタイプで、逆にアントニー・リーの方は、まあ、ベテランでキャリアもあるんで、結構まあ、うまく何でもそつなくこなすタイプ、はい、結構スタイルが違うと思うんですよね。それがどうハマるかです。オーバーハンド。ここまではこのロドリゲスの圧力とパワーがちょっと目立つような展開ですよね。そうですね、アントニー・リーの方は元来ライトヘビーということですね、階級一つ下なんですが、はい、ジェロム・レバンダのチームメイト、パンキドというそのドミアリの MMA ということですけれども、そのベースとしています。ちょっと僕が見た映像でも下道に下だけ入って戦う公園の MMA の試合だけどもなと思いましたし、そういうところちょっと日本であまりないような格闘技のバックボーンがあるんだなと思いますね。そうですね、これも腹柱のあたりパンチを食らってでしょうか、出血がありますリー。さて佐藤さん、昨日まで無名、今日からは超有名というコンセプトのトーナメントですけれども、これまさにそれを体現するような、もうぐんぐん前へ出ていってますね。そうですね、しかし両腕を差してアントニー・リーの方も引きません。左ミドル、これは強い、さらに右ミドル、リーチも長い、気象はね、早いですよ ね、 そうですね、アントニー・リーの方もね、はい、しかしガードごとも、おー